みんなで盛り上げよう広島県アビリンピック開催です。アビリンピックとは全国障害者技能競技大会のことで、広島県が主催する広島アビリンピックは今回で9回目を迎え、広島障害者職業能力開発校で1月13日に開催しました。選手宣誓は本日表計算で競技する小室和樹選手です。競技種目は8種目。まずは DTP からご覧ください。課題データを組版、編集し、プリンタにより印刷。制作品の出来上がりを競う競技です。3番の金子理沙選手は全国アビリンピック銀賞の入賞経験があります。次に機械CADです。こちらはワープロです。どちらも正確性を競う競技です。ビルクリーニングは今回初めて取り入れられた競技です。知的障害者限定の競技で、模擬オフィスでステージ間内に各課題における清掃作業を行い、作業の安全性、各種機材の取り扱い、清掃品質の仕上がりを競う競技です。今競技を行っている選手は佐古井由紀奈選手です。データベースです。求められる出力形式の帳表、画面を作成します。表計算です。4番の選手は選手宣誓の小室選手です。ホームページです。喫茶サービスです。接客、テーブルサービスを行います。選手の声です。感想を教えてください。今年は、ワープロ2部っていうのがなくなってしまって、すっごく難しくなってて、すっごい苦戦しました。これを心がけていることを教えてください。職業柄パソコンを使う機会がないので、いつも家でパソコンを使うようにしています。社会に出られて日頃心がけていることを教えてください。はい、みんな楽しく仕事で頑張っています。それでは表彰式の様子をご覧ください。金賞は DTP は金子理沙選手、今回初となるビルクリーニングでは佐古井由紀奈選手、ワープロ、ホームページ、機械CADデータベースは広島障害者職業能力開発校の訓練生が見事金賞を受賞しました。さらに喫茶サービスでは渡里智恵選手が金賞を受賞しました。渡里選手はこの大会で4連続の金賞受賞となります。受賞者の方に喜びの声を聞いてみました。今の気持ちを教えてください。すごい嬉しいです。誰に一番に報告したいですか？親。次の目標があれば教えてください。次は全国大会で金を取ることです。今のお気持ちを教えてください。毎回緊張するので、どうなるかと思ってたんですけど、無事表彰をもらえてすごく嬉しいです。今の気持ちを誰に一番に伝えたいですか？家族と友達にみんなに伝えたいです。じゃあ次の目標があれば教えてください。次は今回どうだったので、金まで頑張って行ってみたいです。日頃の成果が十分に発揮できた人も、緊張していつも通りにできなかった人も、参加されたすべての方が一生懸命競技をしている姿には感動がありました。人はみんな可能性を秘めています。その可能性を無限にするためにも、ものづくり広島県は目標に向かって頑張る人を応援しています。その一環として、昨年度から療育手帳保持者で広島県内の特別支援学校などに在籍している方を対象に、広島障害者職業能力開発校総合実務課の体験実習を試みています。私たちも体験しました。まずは接客用語の練習です。次に計量作業です。 110g 入りのマカロニを測ります。計量したマカロニをバックシーラーで袋詰めしていきます。
次にラップがけ、マカロニサラダを包装機械を使ってラップがけしていきます。出来上がったものに値札シールを貼っています。値札シールを貼る機械、ハンドラベラーの使い方を学んでいます。棚に商品補充をしていきます。体験者の方に感想を聞いてみました。今日の体験はどうでしたか？楽しかったです。どこが楽しかったですか？商品の陳列が楽しかったです。技能労働者として障害者が持てる力を十分に発揮し、充実した職業生活を実現するためには、職業能力の向上とともに障害に対する社会の理解が不可欠です。最後に一ノ瀬指導員に訓練のポイントと私たちの役割について聞いてみました。訓練の中で一番重要なポイントを教えてください。はい、まず作業ができるできないという前に挨拶、返事、身だしなみっていうのを総合実務課では、一生懸命取り組んでいます。障害者に対しての私たちの役割をどうお考えでしょうか？障害あるないに関わらずかもしれないんですけれども、その人本人を理解するっていうのが何より大切だと思います。どういう人なのか、何ができて何ができなくて、じゃあできないんだったらどうしたらできるようになるかなっていう、周りの支援も含めてその人を理解していくっていうことが大切だと思います。障害者の現状として、本人の意欲さえあれば働くことは可能です。広島県は障害のあるなしに関わらず、その人自身を理解し、働く意欲のある方を全面的に応援していきます。みんなで盛り上げよう。